俺たちは吉永君に任せるよ、全部。え、じゃあ俺もうほとほぼ作っとくからさ、うん、立山。あとはじゃあさ、吉永君に任せるよ。吉永君に任せるよ。もういいよ、じゃあゴッチ吉永君に任せるよ。お前さ、会話さ、話すタイミング入ってくんなや。ごめん、申し訳ないな。うん、そしてゴッチ脱字とかさ、じゃあ立山全部あの見て。あ、わかった。全部僕が確認するよ。本当お前らはあれか、指太いから5時とかもまた5時で表しちゃうじゃん。それはないよ。そうか、ごめん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 。うん、あとは、あ、来週の18日の会議なんだけど、これさ、立山行ける？いやー、わかった、吉永君に任せるけど僕が行くよ。どういうことやん。お前任せつつ来てくれんの？あ、ほんと？ありがとうね。ちょっと、あと、お前さ、なんか、女子社員チラチラ見てるみたいな言われてたぞ。ああ、しょうがないよ。僕は、実際、女子社員の胸を見てしまうタイプだからね。見んなよ！わかるけど、気持ち悪い。反射的にだよ。反射的に。見ちゃうんだろ？反射的に見てしまうんだ。多分反射的に見てさ、その自分の本能的にこう戻す時間あるんだけど、お前多分反射的に見てその戻す時間がないんだよ。ごめん。ああ、大丈夫。お前しっかり謝るから大丈夫なんだよな。ちょっとお腹空いたからハンバーガー食べていいかい？あ、もちろんもちろん食べな。ハンバーガー食べていいかい？オッケー。ええよ。あいつハンバーガー食うなよ。今話してる時に。電子レンジのハンバーガーなのかな。え？じゃあハンバーガーを食べるぞ。何？ダブルチーズバーガーだ。あれ？雰囲気変わってる。俺はダブルチーズバーガーが好きでね。立山？男はこういう風に袋なんて使わないぜ。このままチョークで行くんだ。何見させられてんの？うまそう。いやーうまい。うまそう。ハンバーガーはモスでもない。ロッテリアでもない。ウェンディーズでもない。やはり私はマクドナルドのハンバーガー。なあこいつめちゃくちゃうまそうにハンバーガー食うやん。パルプフィクションやん。中にチーズバーガーがあるうちにポテトを頬張る。うまそう。めちゃくちゃうまそうに食う。なんか声こもり出したぞ。でも多分ハンバーガーの袋 iPhone に乗っかったんちゃう。ファンタグレープ流し込んでもいいかい。あ、もちろんです、もちろんです、どうぞ。俺の声がちゃんと聞こえてたか。聞こえてるよ。でももう見たくなってきたな、こいつの飲み干すところ。あーうまい。うまそう。ファンタグレープで流し込むポテトが一番うまい。でもめちゃくちゃうまそう。誰こいつ。絶対立山じゃないんやけど。さあ終盤だ。半分まで食べたらダブル餅をおすすめする。変な食い方してる。何にさせられた？いや、立山、来週のさ、ちょっと会議やねんけど、これやっぱ俺、別の件もあって。来週の会議よりポテトだ。なんなんこいつ。飯食うときだけ何？あ、次のダブル持ちの相棒はファンタグレープだ。相棒って言ってるやん、ファンタグレープのこと。うまい。喉が焼けるようだ。変なの。変なの。ずっと。あ、企画会議、言い進めて企画会議やねんけど、この、新しい。いいか、ポテトは男なら一本ずつを口に運ぶな。
まとめて持って。まとめてこう。何に憧れてんの？何に憧れてやってんの？あ、このドッキリ、なんかドッキリ商品を考えるみたいなやつで、新しいドッキリ商品みたいな、こんな商品があったら驚くみたいなやつで、なんかブーブークッション的ななんかあったらいいなみたいなやつやねんけど。いやー、うまい。最高だ。話聞いてくれて。立山、なんか塗ったリップクリームがめっちゃ辛いみたいな俺考えてんけど、立山ヒリヒリしちゃうみたいな、立山、あとマイクめっちゃ臭いみたいな、臭みたいな。やっぱりカレーはオーベルジーヌ。誰これ、最高だよ。オーベルジーヌやん、立山。オーベルジーヌはテレビのロケ弁としてもすごく人気があるんだぜ。確かに。残ってるポテト食った。大事なな、バター。このバターを何に使うのかというと、じゃがいもにつけるバターな。このじゃがいものお供にするんだ。美味しそうだろ。でも一人でにやってない、もう会話とかいらんのちゃう。これぐらいのえバターを取ったら、これぐらいのじゃがいもとともに、え、いくね、いくねやないんよ、たっちゃんも。いくねやないんよ。俺なんでお前の飯待たなあかんの。見てくれ、オーベルジーヌの、見てくれ、チキンはこんなにゴロゴロと入っているんだ。おいしそう。ご飯にもな、ちょっとバターかかっててな。ご飯にもおいしいよな。いいか、これをどうするのが正しい食い方だと思う。俺に見せてる？これ。これはクイズだ。これ俺よな。ちょっと待って。これをどうする？このカレーをどうする？どこに行くんだ？俺やった。さあ、これをどのようにして食べると思う？ご飯にトンして、ご飯と一緒に行くんじゃないですか？違うんだ。これはこのまま口に運んでしまう。へえ、なんだっけ？どうだっけ。あ、その後、追いご飯や。追いご飯や。ブラボー。しびれた。うますぎてこいつ今しびれてた。こいつが食う飯うまそうやねんな。そしたら、もう一度、この大きめに切ったじゃがいもに対して、この量だ。この割合を見ろ。ちょっとバター多いよ、それ。この割合で食べるんだ、オーベルジーヌはこの割合で食べるんだ。お腹おかしならへん。塗るんじゃないの、普通。うん、ブラボー。さあ、ここで、福神漬け。これはどうすると思う？もう口運ぶんちゃう？カレーに入れるんだ。ああ、そうなんや。そうなんやじゃないんよ。そうすると、カレーと共に食べたら福神漬けの旨味も食感も一緒に楽しめるからな。最高だろう。昨日何見たん？見てくれ、福神漬けカレーといったところだろうか。この福神漬けカレーをたっぷりかけて、まあ、うまそう。うまそうやないんて。今一つだけ言葉が言えるとするならば、ブラボー。ブラボー。当てたかった。うまいやと思った。さあ、これぐらいだな。じゃがいもはこれぐらい。バターな。バターそれぐらいな。バターはこれぐらい。カレー見つけたりせへんのかな。これを上手にできるようになるまで2年はかかるぞ。じゃかかるやん。あちゃま、もう大丈夫？さあ、問題だ。あ、もう俺大丈夫よ。自分で頑張るわ。なんかいろいろ。続いてはどうすると思う？うん、これをどうすると思う？それをまたご飯につけてたんですね。ご飯の上に次は乗ってるんだ。当たった。正解決まってた、ちゃんと。ああ、いったね。ブラボー。うん、OK。じゃあ、また来週、よろしくお願いします。はい、お願いします。お疲れした。お前なんか、飯片手に仕事とかしたらいいと思うわ。これから。
じゃあね。さあ、そこの君。続いて私はどうすると思う？そう。このバターがなくなってしまったジャガイモにカレーをまとわりつけて、今一つだけ言葉が言えるとするならばそれはブラボーだ。